はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、風邪の新常識ということでなんですけども、38度以上の、ね、高熱が3日間続いたりとか、寒くてガタガタ震える場合はですね、医療機関の受診をお願いします。ということなんですけども、今日はね、そのことについてお話しするんですけども、風邪はね、ありふれた病気なんですけどね、汗をかくと風邪が治るとか、風邪は抗生物質、抗菌薬で治るなどとね、そう、間違った認識を持っている人も少なくないですよね。僕も実はそう思い込んでるんですけども、そこでね、今日は、風邪に詳しいですね、総合診療医科、感染症医である、北海道大学の、薬学部客員教授のね、岸田先生という人のね、誰もが知っておくべき風邪にまつわる正しい知識の解説。医療機関に行くべき6つの症状をね、まとめたデータをね、原田先生じゃない、岸田先生の、解説とともに紹介いたします。その6項目がね、その6項目の症状がね、こちらです。1、38度以上の高熱が3日間以上続くと。で、2、一旦良くなりかけてでもぶり返す。3、寒くてガタガタ震える。4、喉に痛みを感じているのに唾を飲み込んでも痛くない。5、咳をすると胸が痛い。痰が出た時に血が滲んでしまっていると、混じっていると。ね、あと6、咳が3週間以上続いている。っていうこの6項目でございます。まずはそもそもの風邪なんですけども、岸田先生によりますとですね、風邪とは自然に治るウイルス性の上気道感染症だそうです。200種類以上もね、ある風邪の原因ウイルスをね、殺す薬っていうのはね、現時点でね、存在しないらしいです。で、もともと自然に治る病気なので、風邪というものはね、健康な成人であれば医療機関を受診する必要はないというんです。しかし、それはあくまで、本物の風邪の場合なんだそうです。ね、本物の風邪って何やねんって話なんですけども、一見ね、風邪のような症状が現れてもですね、実は風邪ではなくて、重大な疾患である場合があります。そんな時はもちろん早めに受診した方がいいんですけども、ね、でもそんな言ってもね、わからへんからね。ではですね、どのような症状が現れたら風邪ではない可能性を考えるべきなんでしょうかということなんですけどもね、ここからはね、岸田先生の解説とともに具体的な例を順番にお話しいたします。まずね、項目の第1個目、38度以上の高熱が3日間以上続きますよという状態なんですけども、風邪をひいてね、初日にですね、38度を超える高熱が出ることも少なくはないでしょう。で、しかしですね、風邪による高熱は、長くても、2日くらいしかね、続かないことがね、実は多いようでして、3日続いたらウイルス性ではなくて、細菌による感染症の可能性が高まります。とね、岸田先生はね、おっしゃってます。またね、COPD、慢性閉塞性肺疾患、肺がん、間質性肺炎などが、ね、あるんですけども、肺に持病がある人がね、38度以上の、ね、熱を出した時にはですね、3日待たずにすぐに受診した方がいいでしょう。COPD の急性増といってですね、急に症状がひどくなることがあるからです。間質性肺炎の人がね、細菌感染するとね、危ないですし、肺がんの人も、健康な人に比べてね、細菌感染しやすいので注意が必要ですとね、おっしゃってます。その時にですね、風邪の3症状である、咳、鼻水、喉の痛みがね、全くなくですね、38度以上の熱だけの場合も、風邪ではない可能性が高いです。本当に熱だけかどうかはね、1日目だけではね、判断が難しいんですが、そのいう場合はですね、3日ではなく2日続いた時点でね、受診すべきです。
腎臓が細菌感染している腎盂腎炎などが考えられますと岸田さんは話します。怖いですね。そして6項目の2つ目なんですけども、一旦良くなりかけてぶり返すとね、治ったと思ったのにまたぶり返してきたっていう症状がね出た人はね、こういうことをねちょっと注意してください。風邪をひくと多かれ少なかれ、咳、鼻水、喉の痛みというね3症状が、通常現れますと。特にですね、鼻水の症状が強い場合はですね、命に関わる重大な病気であることもあまりなく、風邪であることが多いとね、岸田さんは言います。ところが一旦良くなりかけたのにですね、ぶり返すことがありますよね。いわゆる風邪をこじらせたっていう状態で、改善傾向にあると思ってたら、再び熱が出てきたぜ、みたいなね、咳がひどくなるといった時ですね。こういう時はですね、細菌に感染していることも、ね、少なくはないです。風邪のウイルスによってですね、鼻や喉のね、粘膜がね、炎症を起こすとですね、免疫力が落ちて細菌に感染しやすくなってしまいます。体調の悪化のピークがね、2回あることから、これをね、日本性の病歴とね、言います。最初はですね、咳、鼻水、喉の痛み、発熱の症状が出て、一旦良くなりかけたのに、その後、数日してから再度発熱するなどのね、体調が悪化した。そういう場合はですね、一方目はね、風邪、二方目はですね、二次的に細菌感染した可能性も考えられます。とね、岸田さんは言ってますよ。一旦治りかけたね、症状がぶり返した場合はですね、風邪、ウイルス性をね、こじらせた細菌性の可能性が考えられます。風邪のようにウイルス感染した場合はですね、鼻や喉のね、複数のところに症状が現れているのが特徴です。で一方、細菌はですね、原則として一つの臓器に一種類の菌が感染するので、一つの症状が強く現れやすいと。例えばですね、鼻水がだらだら出続けて、頬のね、片側に痛みがある場合はですね、ほっぺたの、ね、片側にね、こっちもいいですけど、そういうのがある場合はですね、細菌性副鼻腔炎、僕もなりましたね、副鼻腔炎ね、過去になったんですけども、細菌性副鼻腔炎などが考えられると言います。こういう時はね、すぐに受診しましょう。僕もね、病院行ってよかったなと思います、あの時は。そして続きまして、3つ目、寒くてガタガタ震えてしまう。発熱するとね、寒さを感じやすくなるものです。それにはね、ちょっとランクがありましてですね、最も強いのは、そのガタガタガタと体が震えて、止めようとしても思っても止まりません。僕は入院中に経験しましたよ。ガタガタに関してはですね、辛かったなという思い出があるんですけども、抗がん剤のね、副作用でですね、黄色ブドウ球菌の原因で、謎の熱が出てですね、真夏やったんですよ。なのに、その電気毛布をね、かけてもらいました。寒い言うて、ちょっと待ちやー言うてね、電気毛布かけてくれたんですよ、看護師さんがね。でもその時にね、看護師さんが言うんですよ。やっすーさん、漫画みたいに震えてるで、ってね、もう恥ずかしかったなぁ。あれはすごいね、ちょっとしんどかったのに、恥ずかしさの方が勝ちましたね。ちょっとそれを置いといて、これをね、医学的にはね、おかん染率とね、呼ぶんです。おかん染率ね。風邪でこのようなね、状態になることはですね、滅多にはないようです。先ほどのね、僕のようにですね、細菌感染している可能性が高まりますと、ね、岸田さんもね、おっしゃってるんでね、僕はその、黄色ブドウ球菌っていうのが原因で、こう、ガタガタガタってこう、震えてしまいましたね。その、おかん染率がね、ある場合はですね、早めに受診した方がいいですよね。僕は入院中でよかったです、あの時はね。おかん染率に加えて、咳があるときはですね、先に言いました、その、日本性の病歴、症状が改善傾向にあったものの、おかんを伴う発熱を起こす。そういうのがね、ある場合はですね、肺炎の可能性がありますと。またね、健康な成人と違ってですね、高齢者はですね、風邪だと思ってたら、肺炎だったということもね、多いので注意してください。先ほどの例に挙げるとそうですよね。で、その一般的に高齢者の方はですね、風邪をひきにくいと、ね、言われています。そのワクチンの原理と一緒でね、同じウイルスに感染した場合はですね、2回目以降はね、症状が、ね、重くならないようです。
まあそのためですね、高齢者は風邪をひいてもね、気づかないくらいの軽さで済むことが多いようです。まあ、それだけにね、高齢者の方の場合はですね、お感染熱がなくても症状が重い時や、寝汗をねびっしょりかく場合とかですね、まあ、シャツを交換せなあかんぐらいになることっていうのはね、すごい、ね、要注意とね心得て、医療機関を受診しましょう。次4つ目、喉に痛みを感じるのに唾を飲み込んでも痛くない。風邪で喉が痛くなるのはですね、喉の入り口にある扁桃腺がウイルスに感染しているためです。食べ物や唾をね飲み込むとですね、痛みを感じるのはね、嚥下実というものです。嚥下実というのは飲み込む時に痛くなることのことを、難しいことで嚥下実と言います。一方、喉が痛いのに唾を飲み込んでも痛くない場合はですね、風邪ではない可能性が高いです。例えば心筋梗塞ね、首が痛いと感じることがある、疱瘡痛といって痛みが首や肩などね、疱瘡することがあるんですと池田さんは言ってます。風邪であればですね、通常は嚥下実があるはずです。飲み込んだ時にね、痛いのがあるはずですよ。心筋梗塞をね、風邪と勘違いしちゃうですね、命に関わりかねないですからね、ちょっと注意が必要です。唾を飲み込むだけというのもね、まあとても簡単なチェックなので、ぜひ実行してみてください。そして5つ目、咳をすると胸が痛い、痰に血が混じっていると。咳をするとね、胸が痛い、あるいは咳がその3週間以上続いている場合もね、要注意です。先ほどもお話ししましたようにですね、風邪をひくと粘膜がね、炎症を起こしてですね、細菌に感染しやすくなります。成人の場合はですね、最も多いのは肺炎です。細菌性のね、副鼻腔炎、先ほど見ましたけどね、副鼻腔炎や中耳炎をね、起こすこともありますのでね、咳や呼吸をするとね、胸が痛いのはですね、その肺炎やね、胸膜炎の可能性があります。まず血痰って言いますかね、その血が混じっている痰ね、それが出る場合にはですね、結核に感染している可能性があると言います。まあ、結核はね、不治の病ではなくなりましたけども、まあ、撲滅されたわけではなくてですね、まあ、日本ではその先進国の中ではですね、結核患者がね、ちょっと多いですね。まあ、その症状が似ていてね、風邪だと勘違いされやすいのでね、注意しましょう。血痰がね、出るときはね、肺炎、肺がんも考えられます。呼吸をすると胸が痛いなら胸膜炎かもしれません。まあ、こんなような症状が見られたら受診した方がいいでしょうとね、岸田さんは言います。そして次は6個目、咳が3週間以上続いている。3週間、なかなかないと思いますけどね。まあ、その風邪が治った後にね、咳の症状だけが長く続くことがあります。長くね、3週間も続くことがあります。最も多いのはですね、感冒後咳というね、風邪の残り火のようなねものでして、この場合はね、2週間程度で自然に治っていくことが多いです。咳が長く続いているもですね、初期にですね、風邪の3症状、咳でしょ、鼻水でしょ、喉の痛みっていうのが、あった時は重大な病気である可能性はね、低いです。逆に最初から咳だけというのは心配です。また咳が3週間以上続くことも要注意です。医療機関を受診した方がいいと思いますと岸田先生は言います。まあ、咳がね、3週間以上続いている時はですね、肺がんでしょう、喘息でしょう、まあ、結核などのね、病気になっている可能性がね、あると言います。その他、その後鼻漏、鼻水が喉にこうずーって流れていくやつね、よく僕も感じることがあったんですけども、それとかね、胃食道逆流症、胃液が食道に上がってくるやつね、まあ、そんなによって、咳が続いていることもあります。まあ、長引く咳といえばね、2018年かにはそれぐらいの時には、ね、100日咳もね、流行りましたよね。先日その僕の動画でマスクに関してね、動画のコメントでもね、まあ、白日咳が流行った時にはね、マスクを大量買いしましたというね、コメントをね、もらいました。100日咳というのはですね、100日咳菌というね、細菌の感染によってね、起こる感染症のことです。まあ、大人がかかっても、それほど心配ない病気ですが、生後1年以内のね、乳児だと命の危険もありますと。妊婦や乳幼児はね、くれぐれも注意してくださいとね、岸田さんは話します。今回はですね、風邪と混合しがちな別の病気について岸田先生の解説とともにお話をさせていただきました。もう一度6つの症状を、ね、お話ししておきます。こちらですね、1、38度以上の高熱が3日以上続く。2番、一旦良くなりかけて無事返す。
3番寒くてガタガタ震える、4番喉に痛みを感じるのに唾を飲み込んでも痛くない、5番咳をすると胸が痛い痰に血が混じっている、6番咳が3週間以上続いているです。まあね、こういった項目があると、怖いというお話をさせていただきましたので、ただの風邪とは思わずに、すぐにね医療機関を受診してください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。